先月か、うん、娘東京なんで、先月か、うん、娘東京なんで、うん、東京行ってたんですけど、はあはあ、やっぱり田舎ってもうちょっと車多くてもう嫌ですね。あですね、びっくりしました。西東京から、うん、ああ東久留米か、うん、東久留米っていうところがあって、東久留米から羽田空港まで2時間かかるんですよね。40キロしかないの。あのいや車だらけですもん。そうですよね、うん、もう神戸でも車だらけですよ。阪神高速神戸線いうのがあるんですけど、もう阪神低速道路で通ってるから。ああの神戸の方っていう、うん、昔ちょうど知り合いにもないんですけど、うん、前職はシルバー人材センターの職員だったんですよ。ああそうなんですか。はい、ほうほうほう。そしたら、うん、夏釧路で、うん、全国で一番涼しいということで、うん、夏避暑地来る方がいまして。ああなるほどなるほど。それでもう何回も来てるんで、うんうん、3ヶ月くらいいるらしいんですよ。ああなるほどなるほど。慣れちゃっても観光するってことのないので、うんうん、仕事したいということで、うん、シルバー人材センターに来たんですよ。ああそうなんですか。へえ。それで神戸の方、うん、何宮？三宮？三宮。それはもうごっつい町やから、うん、それでずっと釧路に来て3ヶ月間、うん、シルバー人材センターで仕事しながら、うん、そして終わったら帰る、うん、あなるほどなるほど。そんな人いてますの？3年間来ましたよ。なんかバイク乗ってる若い人もそうですよ。どっかでバイトしもってでお金がそろそろ貯まったらまたすぐ行くみたいな。なんかねラーメン屋とかね食堂でとにかく働かせてくれ言うて。今やったら若い人やったら何もでも働くとかあるから、うん、このおたこもそうですわ。アルバイトしもって、日本一周してあります。福岡から来てありました。福岡から来て帰るいつ帰るの普段決めてないです。金がなくなったら働くしほんでもう最悪はキャンプしようし若いからね。ごっついですわ。この後ろもう山みたいに積んでますわ。そうですそうです。あ、なんか来たか。来ました。反応が来ましたか。あ、来たな。はい、うん。うん。あ、今来たね。お、反応が来ましたね。どちらに住んでる方なんですかね。いや、もうここ厚岸から車でも5分10分のとこにおるって言ってたから。あ、ここで。うん。あ、コンキリエまで。うん、コンキリエまでもうすぐですから。ああ、そうした。車で5分10分の世界が。市営町とかその町なのかな、うん、ここは厚岸を橋渡って向こうのから本町ってそこが一番栄えたところなんです。ああ、ほんまや。コンキリエ今から行きますね。来ましたもん。あ、そしたら今もう行って。ああ、行きます。あ、トイレしてから行きますわ。えらいすみません。ちょっと、マスクしてあります？マスクしてない？マスクはあります。はい、ちょっと一緒に写真撮らせてくださいな。うん、えらいすみません。はい、マスクしたらもうぼかし入れんでいいし。あ、 YouTuber やられてるんですか？これえ出るんですか？ YouTuber ですか？いやいや、インスタに上げさせてもらいたいな思って。はいはい、いいですよ。はい、その辺に建物だな。はい、いいですか？はい、よろしい？はい、いいですよ。ナンバープレートは入れませんから。はい、いいですよ、もう入れちゃって。いや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 、はい、ナンバープレート入れたら正体がわかるから。はい、これでいきましょうか。はい、もうちょっと待ってくださいね。あ、これぐらいね。はい、ありがとうございます。えらいすみません。ホームページ見れるんですか？何？あ、見れますよ。そしたらインスタで、はい、うん、インスタも持ってあります？はい、インスタで、はい、晴れ男。晴れ男？うん、わかりました。晴れ男はね、HA、HA、うん、一品入れてください。もうほらインスタで、あまりちょっと詳しくないんですけども、ラインじゃない、インスタですね。あれで撮ってもらったらいいですね。インスタグラム、今のさっきのあれで Google ちゃんでも何でもいいですね。あ、うん、あ、これで撮ってもらえばいいね。あ、これちゃうわ。あれないですか？これこういうの。あ、これ。それでインスタグラムで。インスタグラム、はい、はい。ほんでこれで入手する、あれ入手するはどこにありますか？入手。どこかないかな。あれ？これか、インスタグラム、ん、入手のないですか？入手、あ、そしたらさ、晴れ男さんで探しています。はいはいはい、HALE 晴れ男、
ハレオとか、うん、HALEOTOKO ハレ男、ハレ男で、例えば、私のやつ、ちゃう、これです、私、ハレ男。あ、はい、了解。この、あの、はい、ヘルメットかぶってます、はい、これです、はい、例えば、これ、道の駅知床で会うた、これあの愛媛から来てる人、こんな感じで出ます。これ200人ほどいいね来てますわ、はい、こんな感じです。わかりました、すみません、はい、お手間かけました。あ、行ってきます、はい、ありがとうございます。Yes.